マニアックステーションマニラジ、マニアックステーションマニラジ。この番組はおゲイ2人がアニメやゲームをテーマに大体脱線するはちゃめちゃラジオ。はい、皆さんこんばんは、ゆいでございます。今日も木曜日ですね。マニアックステーションのマニラジ、スタンド FM と YouTube で同時配信してますので、自分の聞きたい方のコンテンツで聞いてみてください。はい、今日も、私一人、ゆいがお届けしてるんですけれども、皆さんどうお過ごしでございましょうか。私はですね、最近、えめぐりの復活に向けて、ちょっとずつ動き始めてるんですけれども、ちょうど、これ聞いてもらってる時はまだ復活してないのかな？まだ復活してない。今週の土曜日からですね。5時半じゃない。半ってなんだろう。5時から9時まで。お酒の提供は8時までということで、たった4時間の復活を遂げたいと思います。パチ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 。そしてですね、一応、なんだっけ、リバウンド防止なんとかかんちゃらってやつで、時短で、営業してますので、平日はちょっとまだまだお店は閉めてるんですけども、土曜日と日曜日だけえめぐり、復活しますので、ぜひぜひ、5時には私が、ダーンと待ち構えてるので、ぜひぜひ、ご来店ください。そして、今週の土曜日はですね、土曜日担当の翔ちゃんが久々に入ってくれるということで、もう本当に嬉しい。もうコロナになってから多分、ですね、メラミ以外は誰一人会ってないんじゃないかな。会ったのかな。会ってないと思うな。会ったのかな。いや、本当に会ってないんだよね、スタッフたちに。いや、もう本当に会えるだけでも多分嬉しいな、本当に。そして、まだ先ですけど、23日は、銀ちゃんとシューが、入ってくれることになってますので、こちらも楽しみに待っててください。はい、まあ、そんな感じでですね、今日も、アニメの話か、アニソンの話をしていくんですけども、ですね、私、何回か多分言ってたと思うんですけど、徐々にハマってて、今、ネットフリックスにですね、4シーズン分、とりあえず配信されてるんですけども、それを、なんと私、全部見終わりました。私的には、なんか私のことをよく知ってる人は、結構な快挙な気がするんだよね。だって、まあまあなボリュームよ。ワンシーズンごとに説明してきますね。なんか第何期何期とかってちょっとわからないんですけど、シーズンごとで言ってきますね。ジョジョの奇妙な冒険家が、第一シーズンで、ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダーズが、2シーズン目。で、3シーズン目が、ジョジョの奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けない。これが第3弾ですね。3シーズンか。で、ジョジョの奇妙な冒険、黄金の風が、こちら4シーズン目なんですけども、こちら。まあ、すごい話数よ。ボリューム的に、まあ、第1が、26話あって、第2が48話。急に多いってね。で、3個目のシーズンが39話。で、4シーズンが、39話。いや、まあ、相当なボリュームですよ。まあでもね、なんか、よくわかんないけど、めちゃくちゃ見れた。なんか、変な言い方かもしんないけど、夢中になって見たかな。こんなになんか熱中してアニメを見るのすっごい久しぶりかもしれない。なんか、徐々にはここ最近何回か触れてきたんですけども、多分ね、私の時代にできたアニメ？私の時代にできたアニメっていうか、作品的にはちょっと古いじゃないですか。だからちょっと馴染みやすいのかもしれないけど、なんか、こうやって改めて見ると本当に面白くて、なんかみんなが見たりとかするのはすごいわかるわと思いながら。で、これもちょこちょこ言ってるんですけど、私どっちかって言ったらアニメーションよりか漫画派なんですけど、漫画を改めて読んでみようかなって
思えるぐらい面白かったですね。もう大人だからね、全部大人買いしようかなってちょっと考えてるんですけども、また本がこれで増えるのかと思うとちょっとね、ってちょっと思っちゃう。置く場所があるのかしらみたいな。っていうところでちょっと悩んでるんですけれども、いやでもね、とにかく何が面白かったって、なんか本当、見たことある人はわかると思いますけど、まあ、アニメーションだからかもしんないけど、めちゃくちゃ展開が早いし、次から次へとどんだけスタンド使いに合うんだよってぐらい、あの展開が早くてね。で、なんて言うんだろう。なんか絶妙なるやきもきもあるし、もうスカッともするしね、ちゃんと。もうちゃんとスカッとする。起承転結が素晴らしい、本当に、してる感じで、いやー、本当に頭が柔らかい人なんだなって思っちゃいますね。この絵を、もともと考えてる人っていうのを描いてる方なのかな？描いてる方が考えてんのかな？これ。どうなんだろうね。まあでもそうだろうね。いやもう本当に面白い。こんな繋げ方あるのってぐらいの感じで繋がったりとかはするんですけれども。まああましね、あの私、ネタバレしたくない人なので、まだまだ見てない人もいると思うので、あの、深い部分には触れないんですけども、なんか抽象的な感想というか、あの、私が感じた感想を、あの、ただ喋ってるだけなんですけども、いや、でもね、とにかく夢中になって見れたかな。で、あのね、見てるうちにだんだん思い出してああ、これいたね、みたいな。あ、これあったね、みたいな。なんか多分ね、自分が一番印象に残ってるシーズンって多分あれなんだよね。多分セカンドシーズンなのかな。セカンドシーズンのスターダストクルセイダーズのやつかな。これが多分ね、多分若い時に多分漫画もめっちゃ読んでたんだと思うんだよね。ポルナレフが出てきた時のあのなんつうの、はい、懐かしいってすごい思った。いや、懐かしいわ。で、こうね、母親を助けるためにリオを倒しに行くんですけれども。いやー、懐かしいなーって思いながらずっと見てたなー。で、そこから第3シーズン。私、第3シーズンも何気に見てたんだなって思ったの。で、見てて、光一くんっていう子が出てくるんだけど、高一くんの使ってるエコーズっていうスタンドがあるんですけど、私そのスタンドがめちゃくちゃ好きで、見てるときに、あ、なんかこれすごい覚えてるかもしれないと思いながら見てて、あ、っていうかこれ私めちゃくちゃ好きだったスタンドじゃんと思いながら見てて、でもやっぱり見てて、やっぱり好きでしたね。なんかあの、光一くんの人柄じゃないけど、あの、キャラ設定もすごく好きですし、優しくて正義感が溢れてて、なんか肝心な時はちゃんとしっかりしてるみたいな感じのキャラクターデザインっていうの？キャラクターがすごいもともと好きなのもあるんだけど、なんかあの、なんつだろう、進化していくんですよね、そのエコーズは。その進化していくのも多分すごい好きだったし、なんかそのスタンドの能力的にはそんなに、なんつうんだろう、こんなに好きだって言ってて、スタンドの能力は別にそんなに好きではないんですけど、なんか、一番印象に残ってたキャラクターですね。あと、その、第2シーズンに出てくるワンちゃんが出てくるんだ、なんだっけな、イギーかな？イギーだった気がする。イギーもすごい好きだった。ま、これは多分単純に動物が、犬が好きだからっていうのもあるんですけど、なんて言ったらいいんだろうね。イギーも、あ、懐かしい。いたね、このワンちゃんみたいな。懐かしいわと思いながら見てて。そんな、ジョジョなんですけども、ネットフリックスで独占、で、全世界同時配信らしいんですけども、12月からですね、今年の。2021年の12月から、5シーズン目が配信決定してるということで、もう私的には、まあね、まあ見るでしょうね。なんかね、私1話ずつ、毎週見る。ああ、でも見てるか。大の大冒険とかは未だに見てるもんな、ちゃんと。
なんか全部溜まってから見ようかなとかじゃなくて、意外とちょこ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 見てるかもしんない。まあでも、12月になったら、その第5シーズンが始まるので、もうこちらも楽しみですね。いやでもね、これが多分ね、そんなに覚えてないというか、覚えてないというか、どんな物語なのかもちょっとわからないかもしれない。このシーズンはね、漫画も見てないんじゃないかな、私。多分これですね。ジョジョの奇妙な冒険、スターオーシャン。スターオーシャン。このなんか、ね。いやー、見たことないと思うな、多分漫画でも。多分これぐらいから多分漫画本もちょっと、読まなくなる時期に入っちゃってたのかもしれない、自分自身が。読まなくなっちゃった時期ってわかんないけど、まあ、他のことに夢中になってとかして、多分見てなかったんじゃないかな、多分。なんとなくこのキャラクターは見たことあるんですけど、ちゃんとは見てないかもしれないですね。で、さっきエコーズのことに触れたんですけども、第4シーズン目ぐらいまではちゃんと漫画も見てたっぽいんですよね。で、そのエコーズが好きで見てたのを、アニメーションは見てなくて、エコーズを知ってたってことは、漫画本を見てたってことだもんね。いやーでも漫画本買いたいわー。どうしよう。買って、エメグリに置いとこうかなとか。いや、まあでもエメグリも狭いからな。なんか置く場所問題なんですよね。買うのは全然いいんですけど。まあそんな感じでですね。今日は私がドハマりしていた、ジョジョの奇妙な冒険。奇妙な冒険だよね。探検じゃないよね。奇妙な冒険についてお話ししました。そして12月から第5シーズンが始まりますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。そしてエメグリは今週の9日土曜日から土日限定ですけども再開しますので、ぜひぜひこちらもご来店お待ちしております。はい、それでは本日はこれでさようなら。この番組は新宿2丁目アニソンバーエミグリからお届け。エミグリはアニメゲームボカロだけが集まるアニソンバー。アニメなどに詳しくない方も大歓迎。セクシャリティ関係なく楽しめるミックスバーです。ご来店お待ちしております。